皆さんこんにちは、私の YouTube チャンネルへようこそ、阪神・岡田章信監督の退任が明らかになった。2年契約の最終年だが、あれだけ優秀な監督だけに契約を更新しないとは何を考えているのか。逆に言えば、岡田監督は、これからいろいろ勉強して、次に弱いチームへ行く機会があれば、そこのチームを強くする、といえば主君校である。 選手データ、藤川球児プロフィール、通算成績、阪神は今年、なぜリーグ連覇を逃したのか。原因はファンにある。関東のファンと阪神のファンは違う。阪神ファン、厳密に言えば、公演者は、優勝したら嬉しくて言葉は悪いな男芸者のように選手を縁石に呼ぶ。選手は忙しくなる分だけ練習量が足りなくなる。 これではひいきの引き倒し、連覇しろ、と本気で願っていないのだろうと私は思う。9月28日、ヤクルト対阪神戦、神宮、では2回表1・3塁から三塁走者の佐藤輝明が梅野龍太郎のショートライナーで起塁できずに閉殺に終わった。岡田監督からは、ゴロ号のサインが出ていたという。当たり号、ならまだしも、 ゴロゴーなら打球が跳ねた段階でスタートを切るべきだ。しかし私が問題視したいのはそこではない。我々の時代には当たり号もゴロゴーもなかった。当然である、ゲーム前半に内野ゴロを打ったら三塁走者は絶対に本塁突入はできなかった。それだけ内野手は前に守っていた。それが今はどうだ後ろに守って平気で相手に点をやる。 それ以上の大量点を本塁打で取って勝とうとする欲張り野球アメリカのマネをしているだけだ一点を大事にする野球を日頃からやらないから今回のようなケースが起こるのだ病気になったら運命のせい他人のせいにするのはへりくつ原因は自分にあると考えて生活を改めればいい野球の結果に対しても同じだ 選手のの失敗はコーチの責任でもある。監督がにらみを聞かせればコーチも良くなる。それを笑って済ませるからコーチも自分の責任ではないと思うのだ。今の指導者のように状態がいい時だけ選手をおだてているだけではだめ。悪い時にこうしたら良くなると激励すれば強くなる。二分に落とすのは最低だ。 私のアドバイスは選手の真似ができるコーチになれということだ。その選手になりきって携帯模写してみせれば相手もわかりやすい。今の自分の形はこんなに無細工なのか、といち早く理解できるのだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。